自分のデビュー戦の時のトレーナーの方とこうやってなんか2人でしかも地元の福島まで来てもらって、すいません、おはようございます。なんか前を思い出しますね。これで2回目です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小林さん、あのすいません、あれ試合決まったってお伺いしたんで、はい、ちょっとその辺の詳細を視聴者の方に分かるように教えてほしいんですけど、はい、まず日にちが、1月の31日ですね。で相手がカドエビ宝石ジムの、高橋拓夢選手ですね。戦績なんですけど、2戦2敗っていうことで、自分と、同じような、戦績の人と今回はやるんですけど、久しぶりのオーソドックスとできるので、ちょっと今テンションが上がってるっていうか、モチベーション高い感じで練習できてます。バンタム級です、はい、確か、はい、オール4回戦かなんかですよね。はい、そうですね、弾丸 の、はい、オール4回戦で、はい、それ決まったのは結構最近ですか。あ、そうですね、最近ですね。21日に決まりましたね。あれ、そういえばその、はい、ちょっとまた伺ったテレビはどうなったんですか。あ、テレビなんですけど、はい、とりあえず今連絡調整してる段階で、近日取りに来るっていうことで、話の方がだいぶでかくなってしまって、それもやっぱ谷田さんのこのみっちゃんねる見たっていうことで、いやすごいなと思って、みっちゃんねるの効果ってやばいなって改めてそのやっぱ思いましたね。その自分の回って多分1000回ぐらい、1000回視聴回数が1000回なんですけど、その回数以上に、なんていうか見てもらってるんだなっていうのがすごい思いました。はい、今から緊張してます。もう一回撮りに来て、どういう感じの番組になるとかいうのは聞いてるんですか。はい、とりあえずその介護の仕事と両立してやってるっていうことをまず撮りたいっていうことと、あと自分ちょっと地域の人たちにその応援してもらってるんで、そういうところも撮りつつ、本当は後楽園ホールに行きたいとは言ってたんですけど、まだそこら辺はどうなるかまだちょっと分かんない。渡辺さんのとはまた別の回なんですかね。あ、そう、全然違う、テレビ局も違うので、 TUF っていう結構メジャー、福島県の中だとすごい大きな多分テレビ局だと思うんですけど、はい、そこでなんかやりたいっていうことで、自分もちょっともうびっくりして。そういうことなんですね。はい、渡辺さんにもテレビ来たっていうのは、お伺いしたんですけど、はい、僕はそのテレビ局の人が一緒に、ついでと言ったらちょっと言葉悪いですけど、はいはい、という感じかと思ったら全く別の曲が来たんです。全く別の曲が来て、自分も渡辺さんのですよねって会長に聞いたら、いや全然違えとこだぞって言われて、え、俺だけのために来んですかって言ったら、いや俺だけのためってことで、ちょっと動揺隠せないですね。すごいですね。すごいことですね。で、取材の時にみっちゃんねる見たんですっていうことで、とてもいい動画だったってこと言われて、自分のチャンネルじゃないんですけどって、そこでは言ったんですけど、いや編集も良かったですし、なんか人柄が出てましたみたいなこと言われて、はい、そこがなんか、そうですね、上手に編集していただけたんだなと思って。例えば何月何日何時放送とかできないんですね。ここで今宣伝は、あ、でも2月2日に流したいって言ってました。はい、だからその試合の結果どうだったのかっていうことで、31日試合なので、2日後になるんですかね。30分とかですかね、番組。うわ、どうなんですかね。自分もその辺が全然聞けてないので、ただなんかアパートにも来るみたいなことを言ってたんで、今からちょっと片付けないとなと思って。完全密着ですね。なんかびっくりしました。なんかただすごい最近罪悪感っていうのもちょっと感じてて、やっぱ一生もやっぱ自分できてない選手なのに、なんかこうやってなんか取ってもらうっていうのも、うちにはやっぱ池上渉選手とか二瓶竜也選手とか今バリバリでそのボクシング界で注目されてる選手がいる中で、やっぱ自分がこうやってなんか目立ってしまってっていう感情とも戦ってたりします。でも人生1回しかないんで、こういうのも面白いかなと思って、前向きに。東京だったら、はい、そういうのザラにありますよ。上の方が別に取材とかされてなくても、下の方でそのキャラが面白かったり、いろんな職業の方とかが取材とかアップされることって多々あるんで、ワールド日立にも山口選手って、あの人もそんなに勝ったり負けたりの選手でもすごい、
ックアップされたりもしたりするんで、 あんまり気にしなくても大丈夫だと思いますけどね。今ちょっとなんか自分でもこうなんだろう、こういう人生がもうすごい今なんかどういう方向に行ってるか分かんないですけど、まあなんか、はい、とても忙しい毎日なんですけど充実して、はい、過ごしております。後楽園ホールでもいろいろ顔刺されたりなんかもらったりしたっていうお伺いしたの、はい、それもちょっと聞きたかったですね。分かりました。後楽園ホール、あの以前っていうかこの前渡辺さんの試合応援行った時に、なんか自分のツイッターを見た方から、その自分可愛がって犬がいるんですけど、その犬の餌をもらったりとか、後楽園ホールで、あ、小林選手頑張ってくださいみたいな、なんか知らない人からも声かけられたり、なんかいい、なんかすごいえって思いましたね。俺みたいな、俺みたいな、俺ですかみたいな。それすごいですよね。びっくりですね。チャンピオンクラスのすごいですね。いやなんか、知らない人に顔刺されるのすごいですね。いやでもいいのかなってやっぱ思ったりもやっぱしますね。本当あれ、この試合決まったことに関して会長はなんて、なんか初めてですかね、なんか会長が言ってくれた言葉が、はい、小林はやっぱ限られた時間うまく使ってやってるなーなんて久々になんか褒められて、はい、なんかあーって、なんか自分のこの今三足のわらじでやっぱ活動してるっていうことをまあ初めてなんか褒められたのでなんか、はい、すごい嬉しかったですね、会長からの一言が。でまあ良くなってるってこともやっぱ会長から言われたので、まあ次のあと次の試合自信持ってやっていいぞって言われたので、なんかそういうこと言われたの初めてなので、なんかそれもやっぱモチベーションにつながりますね。はい、まあ、結果はまあもちろんボクシングなのでどうなるか分かんないですけど、まあ全力で戦うだけですね。小林選手、はい、試合決まったみたいで、はい、1月31日、はい、どうですか調子は。調子はすごく良くて、パンチも切れてきたし打ち方も分かってきたかなと。でもなんか右とできるからここはっていう感じのなんか意気込みみたいなのもあって、モチベーションは高そうでしたけどね。やってみないと分かんないですけどね、この打ち合いって。そうですよね。あとやっぱりジムも門指さんだっていうことなんで、はい、相手もやっぱりそこそこの、はいはい、そうですよね、はい、スパーリングとかも結構充実したスパーできると思うので、はい、トレーナーのレベルも全然違うし。スパーリングする相手はいっぱいいるんですかね。あ、います。はい、あ、そうですよね。二瓶選手も池上選手もできますもんね。あ、小林さんにとってはそういうのは不足はないですね。一般会の人でもいい勝負する人いますね。あ、そんな強い人いるんですね。あのチケットを、はい、小林さんの試合応援したいという方はどうしたらいいですかね。あ、チケット購入に関しましては今ツイッターの方で自分にダイレクトメールの方を送ってもらって、そう、名前とあとはその送り先をちょっと送ってもらう形にしてもらって、1月になりましたら会長の方がチケットの方を取り寄せてくれるってことで順次発送したいなってことを考えてるんで、あとはまあ口座の方もあの新しく作ったのでそこにまあ振り込んでもらう形にはなるんですが、小林さんのツイッターの DM してもらうようによろしくお願いします。ありがとうございます。いや、今でも もう売れてるんですよね。あ、今でもそうですね、売れてますね。ありがたいことになんか買ってくださる方がいて、今まで売れたのが 2枚だったんですけど、もう今は5枚かな、売れてるのが。はい売れてます。はい、練習自体は順調ですか。そうですね、今の段階では。あとは、はい、あのスパーの方をどんどんやっていこうと思ってて、はい、そうですね、これからもスパーどんどんやって仕上げていきたいなと思います。やっぱスパーが大切だと思ってるんで。年末年始はどうするんですか。あ、年末は自分試合のために結構年末はその分すごいハード勤務で、28から元旦までずっと仕事なんで、まあ、仕事に今行きたいなっては思いますけど、そうですね、まあ、合間を見て、まあ、自主練したりとか、あとはまあ会長の方ももうあれの時にはジム使っていいってことなんで、まあ、自主練したりとか、あとはまあ池上くんとか誘ってちょっと一緒に練習付き合ってもらおうと思います。池上渉選手よろしくお願いします。なんていうのかな、こういうこと言ったら他のボクサーに失礼かもしれないですけど、もう世界戦ぐらいの気持ちで戦ってるんで、まあ、この試合だけ特別な気持ちっていうのはなくて、毎回俺はもう一試合一試合が本当に貴重なプロとして生きる道なので、まあ、大切に試合していこうと思ってるんで、まあ、でも今回ももちろん全力で勝ちに行きます。自信はありますか。
自信ですか。そうですね、いやまあそうですね、あるって言ってきます。はい、試合の意気込みを。一生も、まあ、できてない自分なのに、あの応援してくれる人がたくさんいるので、その人たちの思いも、乗せて次の試合は絶対勝つつもりで戦いたいと思います。皆さん応援よろしくお願いします。前回の YouTube 上げてからフォロワーも増えたんですよ。あ、増えましたね。なんか増えて、はい、ありがたいことに応援してくれてる人が増えましたね。どれぐらい増えました。700人ぐらいですかね。そんな増えたんですか。4000人に今なって、それでなんかすごいですね。Twitter でも一生もできてないボクサーが4000人ってことでなんか言われて、でもその人もやっぱ応援に来てくれてるっていう、来てくれるってことで嬉しいですよね。やっぱどんな形であれそうやって応援してくれるんで嬉しいですけど、まあでもあと足りないのは勝つだけですね。本当結果残したいっていうのがもうそれだけです。でもまあその一生懸命いろんな介護やってトレーナーやって、はい、試合やってっていうのだけでも、はい、まあ、みんなの心は打ってると思うんで、なんとか本当、まあ、勝てれば本当に一番いいですからね。勝てれば一番いいですね、はい、本当このやっぱ環境で勝つことにやっぱ意味があって、うん、まあ、正直仕事やっぱり変えた方がいいんじゃないかとか、そういうアドバイスとかもしてくれる方もいるんですけど、はい、やっぱ俺はこの環境でやるからこそやっぱ価値があると思ってるんで、はい、だから仕事も変えるつもりはないし、はいはい、やっぱこのまんま一番はやっぱ渡辺さんのやっぱ試合見て、俺はやっぱ37歳までボクシング絶対やろうと思いました。はい、もう現役もう引退だなんだって前言ってましたけど、37が来るまでは引退しないんで。今いくつですか。今35ですね。で6になるのはいつですか。36になるのは来年の5月なんで、はい、でそこからあと、はい、まあ、約1年できる、ね、ってことですかね。で今からこんなこと言ってたら失礼かもしれないんですけど、はい、トーナメントに出場してるうちはその年齢が過ぎてもできるとか、そういう措置とかも今 ありますね、あるので、はい、だからもう何が何でもプロの世界にしがみついてやろうかなと思って、やっぱ渡辺さんの試合を見て、はいはい、すごい刺激を受けたっていうか、やりたいのにできない人もいるので、だったらやっぱ、ね、はい、最後までやっぱやるのが筋かなって思ったんで。シャワー浴びないんですか。あ、もうこのまま行って家で浴びます。ああ、はい、1回帰って出勤するんですか。はい、そうですね、夜勤の準備して。仕事何時から何時ですか。今、11時ですけど、13時から、次の日の10時までで、間の仮眠っていうのは仮眠時間3時間ぐらいですかね、はい、あとはその間の前に小休憩っていうのがあるんで、多分計算すると、はい、まあ4時間かな、4時間半ぐらいは休んでることになるので、ほとんど寝れないですけどね。ボクシングとこう両立するって言った時からもうそうなるのは分かってたんで、今更そのなんて言うんだろう、もうこれが大変だとそういうのは理由にしたくないですね。はい、もう俺はもう決めてるんで、だからまあ俺はこのスタイルで今後も戦っていきますし、夢中だと疲れも感じないってやつですね、はい、本当もう俺ボクシング好きだから夢中なんで、そうするともうなんか疲れも忘れちゃうぐらい今本当楽しくて。小林さん、お久しぶりです。デビュー戦でお相手をさせていただいた石森健志郎です。ご無沙汰してます。谷野さんから1月末に試合をするということを伺いました。谷野さんの YouTube も、出ているものを全て見させていただいてます。教え子の私よりはる、かに、多く長い時間取り上げているのと、それだけでなく Twitter や SNS、皆さんから愛されている小林選手を見ていると、僕も負けていられないなと、また少し熱くなるものがありますので、小林選手に負けないように、僕も頑張りますので、小林選手も、ね、負けないで頑張ってください。応援します。普段の小林さんはどんな方ですか。小林プロはいや、めちゃめちゃ優しいですね。自分応援しに行こうと思ってるんで。あ、はい、コールマン、はい、あ、それは喜ぶと思います。小林さんに一言お願いします。本当に勝ってほしいですね。はい、頑張ってください。はい、小林さんご存知ですか。あ、はい、どんな方ですか。普段夜勤仕事頑張ってボクシング両立してて、とても尊敬できる、はい、ボクシングの先輩です。試合決まったみたいですか。はい、それも応援に初めてやっぱ勝つとこ応援にちょっと行かせてもらおうと思って、はい、ホールに応援に行きます。はい、試合に。じゃあちょっと一言、はい、はい、小林さん頑張ってください。
あれこれ右でしたっけ？あ、そこんとこ右。まだここに止めちゃいけないんですけど、まだ許可得てないんですか？はい、ダメですね。あのやっぱ結構長いですね。長い長いです、はい、永久的にダメなんですかね、これ。そうですね、ここ止めたらやっぱりこれ結構遠いんですよ。これここもうジムなんですよ、ここ。でもう寒いですよね、はい。でもまああれですね、会員さんの車ぶつけるよりは遠くても。そう。いや、この前あの2階って言ったじゃないですか、はい、いや俺3階だったかもしれないですね。はい、思い出したんですけど3階でした。結構遠い。いやそう、結構遠いですやばいですね。はい、まあね、皆さんの車をぶつけるよりはいいので。そうですよね、はい、それ皆さんの車ぶつけたんですか、昔。あ、2回ぐらいですかね、会員の人のぶつけちゃって。それまあ弁償したんですけどそっから過去最高のやらかしは何なんですか。過去最高のやらかしが、あの大型トラックとぶつかって70万飛びました知らなかったんですけど。それ70万飛ぶってことは、はい、運転してる小林さんが過失というか悪かったっていうことですか。あ、もうそうです、もう10ゼロで悪くて、でこの車なんですけど、はい、直すのに70万かかって、まあ保険入ってたんでよかったんですけど、もうボーナス以上に飛びましたね、あれはもう本当にあの、はい、やばかったですね。小林介護士からの、はい、初代のクリームボックスのガトー中屋のクリームボックスのこのクリスマス仕様の箱に入っておられます。あ、すいません、これあの56さんから谷田さんにっていうことで。本当ですか、はい、ありがとうございます。すいません、はい、ぜひつけてください。まだ行ってないの。行ってください。 ありがとうございます、はい、いやこれじゃあつけます。56さんもありがとうございます。すいません、お疲れ様でした。お疲れ様でした。すいません、頑張ってください、はい、これ書かないと会長に怒られん小林、忘れ物ないの。あ、そう、忘れ物とか多分ありますよ、やらかすから。あ、まあ毎日来るんで忘れても明日来る。はい、明日来るんで、はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様です、はい、すいません、失礼します、はい、谷田さん、じゃあ気をつけて、はい、はい、すいません、お疲れ様です、失礼します。みっちゃんねる、チャンネル登録と高評価ボタン、皆さんよろしくお願いします。